この先が頂上か。陣を退けたのですね。困った方たちだ。時この後に及んでまだ戦おうというのですか。間もなく世界は終わろうというのに。残念だったな。終わらないさ。俺たちが止めてみせる。無粋なことはおよしなさい。それよりも最高の祝祭を雑念なく待とうではありませんか。あなた方と共にというのも存外悪くない。鬱陶しいってのはそんなのダメに決まってんでしょ。私は気づいた時には未来を奪われ、望まぬ力を負わされていました。しかし故に知ったのです。未来などという無形のものを思うことは妄想に過ぎぬと。今という刹那に最高の輝きを求め、それを重ねることで魂は満たされるのです。だから私たちは求めた、今を最も輝かせる最大の祝祭をね。わけわかんねえことグダグダ言ってんじゃねえ。てめえのそんな個人的な盛り上がりに付き合って死んでられっか。個人的なものではありません。ご存知でしょう、私の言葉には多くの賛同が集まっている。それはニュクスの目覚めが近いせいで、おかしな事件なんかが増えてるから。それは順序が逆ですよ。考えてごらんなさい。ニュクスを復活させたのは誰ですか。誰か一人が成したのですか。正反対の目的のために立ったあなた方でさえ無意識に加担してしまっていた。そう、これは相違なのです。人は生に意味を見出せないと死を受容できない。なのに世界はそうした意味をすでに失っている。そのことにもう誰もが気づいているのです。ニュクスはそんな閉塞感に満ち満ちた今という時代に望まれて訪れたのですよ。そんなの、あるわけない。人が自分でニュクスを欲しがったなんて。だけど確かにそうかもしれない。アイギス、目的を探さない緩やかな生、緩やかな死、それが間違いかどうかなんて私には分かりません。でも私はそれじゃ嫌だから。何かのため、誰かのための私でいたいから。だからここまで来たんです。それが私の生きるだから。私たちは一人じゃない。個人の不可能を仲間たちが変えてくれる。お前にはそれがない。だから滅びなんかが救いに思えるんだ。絆より孤独を選んだお前のそれが限界だ。我々の未来を奪ったキリジョンが我々の限界を口にするとは実に滑稽だ。しかしそれも仕方がありませんか。私に失敗の烙印を押した者たちらしい、実に不遜な態度だ。だが運命が選んだのは我々だ。いいでしょう。そちらが生き方を主張するなら私もそうするまで。どのみちあなた方の行いは徒労だ。もうニュクスの訪れは目の前なのですから。
焦らずとも、すでに祝福の時は約束されている。それがほんの少し早いか遅いかの違いだけです。気をつけてください。以前よりずっと危険な力を感じます。ここは来い。急所をつく。行くぞアルテミシア。この状況はアテナ。次は敵の攻撃です。この画面なら早めの回復をして、急げ。支援まで感謝です。今この時も私は感じている。この幸福を理解、人が人である以上決して抗えぬ運命だというのに。邪魔です。この相手の解析を進めますか。よし、この敵は解析済みですね。ここはモンスター。これを一手で決めてやる。やってみせます。ペルソナ。次は来て、ペルソナ。嫌な目をしますね。あなたには今何が見えているのです。見上げた心がけです。そうです、それで良いのです。愚か者に死を静寂を。愚か者に死を静寂を。どうする。違った。私の覚悟、これが私の役目。今なら負けない。祝福の時はもう間近です。甘いな。ここはセメドキか。行くぞアルテミシア。やってみせます。アテナ発動。次はベルトナ。やはり決して相入れないのですね。死を目前にしてこれほどの力、愛も変わらずどしがたい。邪魔です。レギオン。危ないですね。この一手でアルテミシア。召喚の時です。今なら来て、行かせ。ありがとうございます。祝福の時はもう間近です。
なぜです。運命は私を選んだはず。それがまたしてもまだ覚悟が足りないと。ならばつまらぬ教授など捨ててしまおう。私の全身全霊であなたをひざまずかせる。救済の時だ。ヒュクロス。ここは引こう。あ、皆さんの心に恐怖が。嫌な予感がします。早く立ち直って。なんだ今のは。なぜ奴がテールキアを。早く私がみんなを治さないと。やりました。行こう。破れたのですね、私は。動けない私にもうできることはない。さあ殺しなさい。怖いですか？不思議なことを聞きますね。あなたは死を知らぬものなら、死を怖いものだと思っているでしょうね。それはどういう意味ですか？知らないからこそ恐れるのです。私は十分生きた。これ以上言い残すことなどありません。動けない者の命を奪ってどうなる。望みの者がやってくるかどうか、そこで待っている。お前なんてやったってしゃあねえしな。変わった人たちだ。ついにここまで来たな。おそらくこの先がこの巨大なタルタロスの頂上、領事の言い残した約束の場所だ。決戦に向けて編成を改めよう。